皆さんこんにちは、ゆうちゃんです。ダンスの休憩中のアイスです。いらっしゃいませ。はい、ありがとう。ダンスの練習の休憩中でございます。難しいダンス、だんだん難しくなってきたんだよね。この前まで簡単だったのに。どこが難しい？どこが難しいかも分からへん。でも頑張ってるやん。まだまだ続くよ。今日幼稚園どうやった？楽しかった？何して遊びましたか？お砂場、髪の毛さん。ゆうちゃんお客さん？着る人？え？どっち？着る人。着る人やったん？可愛い髪型にしてあげれた？髪の毛屋さん着る人やったんよ。可愛い髪型にしてあげた？切って。だから切ってお客さん。ああ、お客さん、ね、着る人を言うてたよ。あ、自分が着る人、切ってもらう人ってこと？そう。ああ。で、ママがお迎え行った時さ、もう椅子に座ってなんか切られてたやん、髪。うん。こう嘘で、チョキチョキとかやってな。うん、それか。今日は、寂しいデーやってんな。朝泣いちゃってんな、幼稚園でな。なんで泣いとったん、朝。なんで泣いとったん、あれ。理由は？でもない。もうママもさ、もうだんだん寂しなってきて、ママも。ママ？うん。なんじゃね、ママはずっと家おるやん。違うやん、ゆっちゃんがママってさ、ママがさ、もうゆっちゃん、じゃあママ帰るねって言って行った後もさ、ママギーニャーって聞こえてたからさ、廊下まで聞こえてたからさ、もう今日連れて帰ろうかなみたいな。でも迎えに行ったらケロッとしてたな。すぐ泣きやんな。そうなん、最初だけ。なんか今日めっちゃ赤ちゃんやな、なんか顔が。うん、違う、赤ちゃんちょっと怒んねんな、ゆっちゃんな。だって今4歳。なんか今日バブ感がめっちゃある。ないないよね、わかる。ないよ、ね、赤ちゃんって言ったや。じゃあバブ感って言ったや。バブ感でも赤ちゃん。あ、わかんの、バブってわかるの。うん。チャンネル登録してよね。ゆうちゃん、そのリボン白も似合うな。その今白いリボン、そこにピンクあるんですけど。ああ、ここにもピンクありますけどね。でも白も似合うやん。色違いがいい。ピンクがこっちで白がこっち。何色持ってるっけ、そのリボン。紫。めっちゃ持ってる。白と紫とピンクと黄緑もあんで。あ、そっか。まだ増やそうとしてんねんけど、ママ。なんで？何色？水色と黄色。黄色、赤。なんかめっちゃ種類あんねん、その色。じゃあカラフル。どういうこと？カラフルはなかったで。カラフルはなかった。そのさ、あのヒラヒラのさ、ショートパンツあるやん、あのヒラヒラのダンスの時にその下に履くやつ、あれを買った時にその髪飾りも一緒に買ったんよ、一番最初で。可愛いってなって、もうどん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 買い足しすぎてもうそのショートパンツもさ、赤、黄緑、黄色、黒、紫、薄いピンク。え？ 6枚も持ってるっけ、あのショートパンツ。6枚。なんかな、ママ色違い買いがちなんよな。なんか
一回買ってさ、これめっちゃええやん、履きやすいしみたいななったら、何枚も同じやつ買っちゃうねんな、色違いで。だってさ、私さ、欲しいやつ何も買ってないで。買ってるけどな。だから私は全然選んでないです。え、服？ママがでも選んでるからね。それはそう、私が選べないもん。うん、どんな選ぶの？ゆうちゃんスカート系。え、スカート系。じゃあゆうちゃんダンスをいっぱい習ってる。ダンス習ってるからさ、だからそのスカートは履いていかれへんやん、ダンスに。だからさ、中にどんも着ないだけや。まあ確かに今日スカートの子おったな。それ見て幼稚園やろ多分、うん、でも動きにくいやん、やっぱズボンの方がええやろ、ダンスの時は。いやいや、スカートはいい。ない、うん、パンツ丸見えになるやん。だから中にさ、ズボン履いたらいいだけやん。私さ、お出かけの時スカート履けたらいい。スカート、うん、短いズボンじゃあかんの？キュロットみたいな。キュロット、キュロットってさ、言ったらめっちゃ笑われたんやけど、ひなのに。こないだ、今の時代キュロットって言わんねんな。キュロットって言うねん、この短い。キュロットって何？短いショートパンツっていうか、今はショーパンみたいな言うやん。何してんの？ショートパンツみたいな、それを昔の人はね、キュロットって言うたんや。そやねんな、ゆっちゃん自分で選べたいんか、服。だってさ、最近モンゴやんねん。最近って言うからずっとずっとずっとでもそういう年齢になったの。もうそういう年齢。今まではさ、もうまあ今日はこれって言ったやつをさ、もう黙って着てくれてたやん。うわ、もう思い出してきた、ひなのとあやの時のこと。確かにそうかも。あ、そう、今年中や、次年中やろ。あ、そうやわ、それぐらいの時からやわ、ひなもあやも。なんか朝保育園行く前に服文句言うてきだしたん。これじゃないとか、あれはそうないよ、あれがいいとか、なんかこの靴下がいいとか、朝の忙しい時にもう、私そんな言わない。送っていく直前とかに言うとったわ。私さ、そんな言わない。ママがこれって言ったら、これ、それ着てくれんの？うん。そんな別にママ選んでもええやん、もう買うやつ。可愛いやろ、でも選ぶやつ。だからさ、あのさ、私がさ、一回くらい着みたいの。なあ、今日さ、幼稚園で言うとった、ゆうちゃんとお友達、なんかバイバイって、ママがバイバイってした後にさ、あの、幼稚園のお外、で、なんか、ゆっちゃんのママって言ってさ、寄ってきてくれたお友達がおって、で、なんか、そう、見して、髪見して。そのさ、下がピンクになってるやん。ゆっちゃん、髪の毛下の方ピンクになってる。ギャルって言われた。せやろ、ギャルやろ、言うて。バイバーイ言うて。ママ帰った。そういうことがあったよ、今日思い出したわ、そういえば。せーの、ぼやぼやぼやろ、ドルンちゃんちゃちょーん、ぼやぼやぼやろ、じゃじゃん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 
チャンチャンチャララ、チャンチャンチャン、チャララジャンジャンジャン、チャンチャララジャラチャラチャラチャ、ボヤボヤボヤロ、チャンランランラピューン、チョヤボヤボヤロ、タンタンタンタラタラ、チャララララン、チャンチャララララン、チャン、クイクイ、チャララ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 、チャンチャチャララララランダランラン、ララ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 ラチャランチャンチャチャー、ボヤボヤボヤロ、チャンチャンチャチャラチャン。トゥーワトゥトゥトゥントゥントゥントゥトゥトゥントゥントゥ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 ントゥ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 ン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 トゥちょっともう歌がわからない。チュンチュンってわからない。